文官任用令は日本の文官任用資格に関する直令。1893年に文官高等試験が定められた。それを文官任用令として交付した。だが、これは大臣や地方官が天皇に創生して任命される総任官の任用制度であり、天皇の直名で任命される直任官には適用されず、政党による両官が激しかった。 政党政治に不信を抱く第二次、山形有友内閣は政党の影響を防ぐために文化任用令を全部改正した。政党員が官僚に進出するのを防ぐために特別任用以外の直任官を文化高等試験の総任官より任用すると試験任用を拡大し自由任用を制限した。第一次、山本ゴ兵衛内閣が文官任用令を緩和するため 再び全部改正した。直人間の特別任用の任用条件を拡大した。この改正で各省次官、法制局長官、警視総監等は資格がなくとも特別任用ができることとなり、一般の有能な人材を登用する道を開いた。これは当時5権運動が活発化姿勢等の影響力が強くなっていたことから、 山本内閣が政党への配慮を示したものである。規定は要旨次の通り。1946年4月1日直例第194号により廃止された。ありがとうございます。